どうもタモヤンです。ファイヤーエムブレム聖戦の系譜第5章運命の扉、1ターン目から始めていきたいと思います。ランゴバルト卿、よくもこれ言ったな。さあ行きましょう。このねザクソン城から出陣なんですけど、結構周り敵だらけだよね。この隊長勇者の斧、こいつら倒すのと、あと村のね解放ですね。こことここ、それからここ3カ所ありますね。だから西側にこいつを倒しに行く部隊がいるよね。それからここにも村、あこれちょっとフューリーとかでピッて飛んでいった方がいいのかな。あとはもう全軍ここに突撃だよね。バイロン父をね助けに行かないといけないんで、この大軍が押し寄せるからな。さあ行きましょう。闘技場とかどうしよっかな。とりあえずまだね闘技場やってないですけど、あとでもいいかな。この章が終わるまでで、ラキシスがねクラスチェンジできるので、待望のクラスチェンジしましょう。頑張りましたね。どの立ち位置から言ってるんだろうね、その頑張りましたねってあなたはマスターナイトにクラスチェンジできます。クラスチェンジ。ラケシス今までちょっと戦力外だったけどね、なんとかねライブ一本やりであ馬に乗ったのか。騎士団の仲間入りだな、ラケシス。再行動ができるからね、やっぱり騎士の方が強いなこのゲームね。おーマスターナイト、何これすごいやん。ほとんどの武器とか武器魔法扱えるの？すごい。しかもこの支援効果があるからね、ラケシスね。買っちゃいますか。あ、銀の槍とかも装備できるんだ、じゃあ。すごいな。スリープの杖。リライブとかも欲しかったけどな。このゲーム武器の数が限られてますからね。リライブはまあレヴィンで持ってるから、エイディンもいるよね。 リカバーリブローいるよな。うーんライブのままか。すごい剣槍斧の全部使える弓も弓買いたいな。あないのか。なんか銀の弓キラー棒、鋼の弓勇者の弓か。鋼の弓譲っちゃおうかな。いやでも子供世代のこともそろそろ考えないとねいけないんでしょうね。あ鉄の弓があるじゃん、これいらんでしょう。フリギット、フリギットが鉄の弓を売る、まあ、これ修理しとこう。うわー1イバルの修理費用がもうめっちゃ高いんですよこれいつもねちょっと動画省略してたけど、初めてお見せしたかもね、修理屋とか。そんなことないか。ちょっとラケシス買っちゃうか。この鉄の弓ね安いな。銀の槍も買っちゃおうか全然多分子供がの職業とかわからないけど、どうなんだろうね。買っちゃえもう銀の槍この章のことしか考えてないけど、鉄の剣も買っちゃえもう。あ鉄の、あいらんなスリープの杖もったいないんだけどね、誰も買え、3万も買うお金持ってないんだよね。持ってないでしょ。レヴィンもお
金ないでしょ。あとは魔法使えんのは、クロード神父なんか持ってお金持ってるわけないしね。あ、この壊れた杖修理できるの？これ生き返らすやつでしょ？マジか。あ、壊れた杖って売れるんだ。ゼロで売れるの？レックスとか、レックスにお金持ってる人にその壊れた杖買ってもらって修理するっていうのはどうかな。で、魔法が使える人、魔法が使える人って誰がいるんだろうね。これか、クロードとラケシス、エイディンが買えばいいのか。でもな、これ一回売ってしまうとね、一回売ってしまうとこれ3万とかで買わないといけないんでしょうね。そうか、難しいな。しょうがないねこれ。でも3万ゴールドあれば生き返らせれるんでしょ。一人、これ難しいな。リザーブ修理しないとね。いやー、よくできてるな。このショーなんか音楽が違うんだよね。すごくかっこいい音楽ですね。どうしよう、こいつらを倒しに行く舞台を誰にするかな。基本騎士団はこっちに行こうかな。急いでるからね。こっち倒しに行くのは誰にする？アイラ・ホリンで行こうか。アイラ・ホリンと、どうしようかな。レヴィンとかにする？アイラ・ホリン・レヴィン、アゼルも行こっか。よし行こう。ちょっと修理をしながら。ということでね、そういう形で手分けして、行きたいと思います。 YouTube の術で省略するかもね。ちょっと修理しながらとかなんで、そうしよう。はい、お待たせしました。最後エイディンね、ブリギットと会話。お姉様、どうかされたのですか？エイディン、アンドレイのことはあなたも聞いたでしょう？はい、父上を手にかけた上、シリジアのマーニャ様まで。アンドレイは悪魔に見入られたのでしょうか？私はアンドレイを殺します。彼にこれ以上罪を犯させないためにも仕方のないことです。エイディンは分かってくれますね。お姉さま、辛いけど我慢してね。彼の罪は私たちの罪でもあるの。私の手は血に汚れるけれど、エイディンだけには分かってほしい。はい、ブリギット姉さま。こいつか、アンドレイ。うわ、指揮官星4つ、すげえ。え、マジか。しかも全員勇者の弓、めっちゃ強いなこの舞台。バイゲリッター、シグルドの指揮2つですからね。まだ若造ですよ。ラケシスはどうだったっけ。あ、指揮官ではないのか。いやー厳しい。一応ね、作戦なんですけど、このね、
ホリン、アイラ、レヴィン、それからアゼルも一応まあレベル上げでね、20になったらクラスチェンジできるんで、でシルビアつけて、こいつらを倒したいと思います。それでね、クロード神父がね、この壊れた杖ありますけど、3万ゴールド貯めるために、あの解放した村はね全部クロードにあげようかなと。ほんでもしね可能であれば、この第5章でもう一人生き返らせたいので夢を追っていきたいと思います。でアレクは、まあ、恋人もいないんでね、寂しい一人もんですよ。あの村のね、こいつら、こいつ盗賊とこの二人をね、盗賊をやっつける役をしたいと思います。であわよくばレベル20以上になったらクラスチェンジしてね、シグルドの配下として頑張りたいと思います。残りの面、あとフューリーがね、レックスと恋人になってほしいので、まあ一緒に行動しつつ、この崖の下の盗賊をやっつけようかなと思います。まあ、残りのメンバーって言ってももう弓隊とエイディンしかいないんだけど、シグルド、ラケシスもね戦力になってくれるかどうか、強くなったんでね、クラスチェンジして、さあ行きましょう。シグルド隊がちょっと弱いよね。うわー、追いつかれそうじゃん。父上、父上様、この舞台すげえな、規則正しく動くな。高校の時のあの整列とか思い出すねやば、レックス捕まったのか。え、父上やっつけに行くの、マジでやめてくれよ。一気に勝負でいたら村を攻撃します。まあそれは想定内だけど、ああ行ったんで追いつくの。フューリーとレックスも仲間に参戦した方がいいね。戦力足りないし。あ、首都バーハラか。アルビス教養、シグルドの手勢がバーハラに向かって進軍しているというのは本当なのか。進撃か、進撃の巨人の進撃。はい、しかしご心配には及びません。すでにランゴバルト教の軍団がリューベックに展開しており、反乱軍の討伐ももはや時間の問題かと。だがのわしは未だに信じられるのじゃ。あのバイロン教がクルトを暗殺したこともシグルドが反乱を起こしたこともの。陛下、まだそのようなことを。バイロン教がユングビーのリング教と図ってクルト殿下を殺害したことは、レプトール、ランゴバルトの両公爵が見届けでいるのです。彼らは王家の三奪を狙い、それを殿下に知られたことでお命まで奪いました。無論シグルドも反乱に組みしています。それが証拠に彼は敵国のイザークの王子をかくまっている。これは明らかに国家に対する反逆です。クルト殿下は今まで私にとっても養父、愛する妃ディアドラのためにも。はっ、私は逆賊シグルドを許すわけには参りません。ディアドラさらいやがって、自分の妻にしてたのか。もしランゴバルド教が破れるようなことになれば、我がベルトマー家の炎騎士団ロートリッターが彼ら反乱軍を討伐してご覧に入れます。そうか、そなたがそこまで言うのならやむをえまいの。アルビスよ、
ディアドラのことをゴホゴホ。おじい様、大丈夫ですか？ご無理をなさってはいけません。もうお休みになってください。あ、ディアドラはクルト王子の娘だったんだね、やっぱり。あ、ディアドラ、お前は優しい子じゃの。お先短いわしにとってお前が唯一の希望じゃ。クルトがいつお前のような娘を得たのかは知らぬが、お前が我がバーハラ王家の直系であることはその額の印を見れば明らかじゃ。今までどこでどうして暮らしておったのか。ごめんなさいおじい様、私何も思い出せないの。ああ、シグルトのことも記憶なくしたのか。何一つとして私には記憶がないのです。アルビス共鳴、すでに記憶を失っておられました。嘘つくな。アルビス共、嘘つけ、知ってたんだろう。妻にしたい娘がいるからと姫を王宮に連れてきたとき、わしは目を疑ったぞ。サークレット、ナーガの印。くわー、アルビス卿、悪いやつだね。顔に似合わず。ナーガの聖書を手に取り、その力を解放できるのはヘイムの末裔たる我が王家の者だけ。セイジャヘイムの血を絶やしてはならん。お前たち二人は早く拷問を受けよう。そしてもしナーガの力を受け継ぐことができれば、その子を王子となし、わしが亡き後グランベルの王とせよ。うわ、仮の王だって最低だな、アルビス卿。てるじゃない、王様に。アルビス卿め、シグルトはこのことをまだ知らないのか。なんてやつらだ。いや、もはやアイラの方が強いか。アイラ対勇者の剣でいいかな。さて、アレク、頑張れ。あー、倒すの時間かかるな。まあまあ、でも経験値。ロード神父は戦えるのか。一応戦えるのか。全滅させたいな。バイロン卿、ヒットポイントなんでこんな低いの。この人レベル30なのに一撃でやられそうだ。さあ行きましょう。後ろの方からエイリーは届かない。ジャンカよーし、いきなり必殺。今日は調子いいかも。どうしようかな。ブリッド、ガンガン1バラ使う。買うか。
んだけど、弓隊が、魔法使い系を倒した方がいいかな。勇者の体が硬くないやつね。体が硬くないやつは弓で。よし。並べとくか。それで、キュウリーも参戦。鋼の槍の方がいいのかな。避けろ。よーし、さすがキュウリー。いいね、レベル17。あんまりだね。こっちへ逃げて、でレックスが戦って銀の斧倒す。倒せるか。 OK、 ニコイチだね。OK。 でフューリーと恋人になりたいので、こんな感じで、ここで次はどうする。エイディンはエイディン自体が強いからね。十分戦えるんだけど、ラケシス、あ、鉄の弓を持ってるな。これだったらノーダメージで。一応やっつけたいけどな。あ、勇者の斧、マジか。倒しておくべきだったね。勇者の斧でこの3人死なないかな。でもクラスチェンジしてるからね、それ関係ないか。じゃないかな。どうしよっかな。ここ崖でしょ。ここにいればいいのか。あ、マイナス 10%。 死ぬぞ。シグルド強くないんだよね。ナンバーワンかといえばそうではないんだな。斧だから槍の方が良かったのか。え、斧違うね。斧だから剣でいいんだね。これ攻撃してここに移動できるかな。最高多分できるよね。できなかったら死ぬけど。よし、倒した。あ、OK、 再行動できる。ここにしようか。よし、こんな感じで。どうだろうな、これで。で、ダメージ受けてる人は、しゃくり入れた。あ、レックスか。レックスに、リブロ。こんな感じかな。この人たち、留守番。さあ、かかってこい。
そら来るんだよね。シングル土台きついな。あーマジで？くもはやこれまでか。避けろ。おお、バイロン卿避けた。ナイスナイス。避けろ。よーし、ブリギットナイス。隊長どっち？あーそっちに行くかー。おお避けた。うおー、生き残った。よーしバイロン卿ナイス。アイラめちゃめちゃ強いな。一人でも やれるんじゃないこれ。すごいな、アイラとホリンだけでよかったかもね。敵の力量がねちょっとわからないんでね、パラメーター見てもな。さあ行きましょう。この舞台早くね。早くしないと。アイラとホリン、ベビーは戦力ですからね。まずは隊長やっつけるか。どうしようかな。出ろ、当てない。勇者の斧、流星剣。あーマジか、今マジか、ショック。くっそ、隊長倒せなかった。効率悪くなるぞこれは。守備力無視攻撃。おお、2回連続守備力無視攻撃やるな。はいいんだけど、アゼルがもう再行動できません。しょうがないな。勇者の方だけ。じゃあアゼルがここでね。すごいとこから隊長を殺すという。行け。あー変なやつ出た。バリア出た。おーしよくやった、アゼル仕事した。隊長撃破。そして最高度3人。あー最高度4人しないとな。4人いるからね。参った、惜しかったな。誰を生き残らせよう。こいつだけでいいか。ということで、宝石か。
ハート円。必殺オブセティじゃなくても倒せたね。ハートマークだった。あとはあ、これシルビアを守りながら戦わないといけないんじゃないかな。どうなんだろう。まあいっか、多分いけそう適当だけど多分いけそう。いやー、シルビアダメージ受けるね。しょうがないね、これは。大地の剣でヒットポイント回復。あ、倒せない。これはまずい。シルビア2発食らうのはまずいぞ。これはピンチだな。あとは運任せか。成長するな。よし、倒した。次どっち行こう。こっち行こう。奥の方行こうか。ここはまあ最悪なんとかなるもんね。よし。こいつアーダンとデューで倒せないかな無理か、死ぬかもね。やめとくか、変なことは。さあ親父を助けに行かないと。いきなり話すことできる。いやー、どうしようこれ。でも話さないと死んじゃうよね。欲しいな、おい。行け、細身の槍。行け、ノーダメージ。いやー、ちょっとでもダメージが少ない。レックス。行こう。手をの。ミリエルが最高度で言うから最高度で。勇者の弓。よし、倒したか。いや、強くなったな、ミレール。どうしよう。ダメージ受けてる人はいないね。あ、恋人になった。やった、ついに恋人になったぞ。ブリギットとジャムが。オッケー。 X はまだなんだよね。いいね、この二人。ラケシス。
ば。そうきた。シングルドどうしよう。隊長倒すか。いやもう会話しよう。父上、ご無事だったのですね。シグルド立派になったな、ゴホ。父上しっかりなさってください。いやわしはもうダメだ。シグルドよく聞け、クルト殿下はランゴバルトに殺された。裏で操っているのはレプトールだ。陛下にこのことをお伝えしてくれ。わしは死は意図あぬが、反逆者の汚名を着たままで死にきれぬ。やはりそうだったのですね。わかりました、父上。私が必ず父上の汚名を晴らします。どうかご安心ください。すまぬな、わしが油断したばかりにお前にも苦労をかける。シグルド、これを受け取れ。聖剣ティルフィングだ。しかしこれはまだ父上が。シグルド、頼んだぞ。我が胸晴らしてくれ。父上しっかりしてください。なんてことだ、レプトール・ランゴバルト。貴様たちだけは絶対に許さない。壊れた剣、あ、預けるアイテム。じゃあ銀の王剣かな。あ、修理しないといけないんだこれ。なるほどね。父上死んでしまったのか。まいったな。動揺した。来た。シグルド死ぬかな。避けろ。なんとかシグルド耐えてく。あ、最高度。くわー、これやばいぞ。あ、ミデールが死ぬ。みんな生き残ってくれ。あー、いた。シグルドがボコボコにされる。くあ、父上。うわ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 、もう。あ、死にはしなそうだね、このターンでは。よし、耐えたんじゃないか。メックス行け。あと体調だね、問題は。体調がどう動くんだ。あ、見れる。勇者の斧、やばい。あー、避けろ避けろ。よーしよしよし、危なかった。あとはこっちのあの踊り子、踊り子大作戦ですね。残りはさあ、来い踊り子大作戦。避けろ、シルビア避けろ。よーし、避けた。もう一体は来れない。よーし、やった。西側の部隊はもう制覇したね、これで。大地の次、うん、OK。アイラたちが合流、アイラ隊。よし、セーブしましょうか。今回はここまでにしたいと思います。いやー、父上が、しかもディアドラがここにいるとはね。どこだったっけ、バーハラ城ね。見てろよ、ベルトマー、ベルトマーだったっけ。
違うな。あいつ腹立つわ。まずはランゴバルトの父の仇取らないといけないですね。はい、次回もお楽しみに。さよなら。